これで始まってる感じかな。で、僕がこう映ると、どう？近い。どう？しますか。あ、もう押してんじゃない。始まってない。録画で。これ始まってるんですよ。お、実はもう。もういや、始めのところはちょっと編集で、はい、切りますんで。はい、切ってください。はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。今日は鹿児島の、コワーキングスペースの301で、はい、3013にお邪魔してます。コワーキングスペースを運営されているバトーさんです。はい。ということで今日はよろしくお願いします。まあ、コワーキングスペースを、まあ、こうやるっていうことで、はい、まあ、いろいろとお伺いできればと思ってるんですけど、まず簡単に自己紹介のちょっと前もう結構話しましたけどざっくり、はいはい、僕鹿児島生まれ、はい、鹿児島育ち、はい、で大学は熊本に行きまして、はい、そこから、就職で東京の、ね、空間デザイン会社に空間デザイン会社にあえて入ったという、はいはい、大学はグラフィックデザイン専攻だったんですけど、はい、就職は空間デザイン会社、建築とかはですね、はい、美術館とか、あ、そうなんですね、ああいう文化祭事の空間デザインですね、はいはい、をやってまして、でその会社が、はい、勤めて3ヶ月目ですね、使用期間が終わる頃に、まあ、計画倒産になって、はい、会社が、会社が、まあ、消えるという、はい、社長が、はい、来週ちょっと会社がなくなるんだよねっていう話でで放り出されまして、あ、波乱万丈なスタートですね、はい、で、はい、そこからまあ2回目の就活的なこともしたんですけど、はい、結局まあ、はい、探してるうちにちょっと新しくなって、はい、まあ、自分がやりたいことをやろうと、はい、でまあいろいろ外注のデザイナー募集案件とか、はい、自分で探しながら仕事をもらいつつ、はい、それは個人事業主？そうです、そうです、まあ、そこからフリーランスデビューという感じです。ああ、さっきお話ちょっと初めご挨拶させていただいた時に、うん、日本橋の会社に勤められてたっていうのは、まあ、その後です。あとですね、ごめんなさい、ちょっと独立してちょっとあれですね、僕がすいません、あでもら外注でもデザイナーとして働きつつはい、まあ、その時が自宅兼だったんですね。なるほど。兼事務所でやってる。東京の自宅。そうです、はい。で、まあ、一心発起して、はい、ちょうどまあ奥さんが熊本のデザイン会社で働いてて、はい、奥さんね、はい、で、まあ、ちょうど行く会だから東京にも出てきてということで出てきてもらって、はい、でまあ自宅兼だとさすがに2人とも仕事しだすとすごい手詰まりになって、そうですね、で、はい、日本橋に事務所を借りまして、あっ借りたんですか、はい、そこでまあ温度デザインというもので実際動き出したのが、はい、まあ、東京の日本橋っていうことですね。日本橋の会社に勤められてたわけじゃなくて、そう、自分の会社が日本橋にあったって、あ、はい、日本橋っていうと最寄り駅は東京、茅場町、あ、茅場町、日本橋、東西線すぐのところで、はい、いいとこですね。めちゃくちゃ45,000だったんですよ。すごい安いですね。何平米ぐらい？4メーターかけ4メーターの四角だったんですけど、はい、目の前が、はい、まあ、開けてて、はい、5階で、まあ、最上階だったんですけど、バルコニー付きで、はい、割とこう日が差す、結構ちょっと狭いかもしれないけど、ああ、圧迫感のない結構開放的な部屋で、まあ、そこで2人で事務所、デザイン事務所として仕事をしだして、はい、で、2011年ですかね、はい、あの3月11日の地震があって、はいはい、でその時にまあもうこれ以上東京にいる理由が見当たらなくなってきたぞというところから、うん、はい、そうで3月15日にはもうこっちにめちゃめちゃ決断早いですね緊急避難的に帰ってきて、はい、あ、なるほど、はい、でその後は、もう月2、3回僕が東京に、はい、事務所の換気したりとか、まあ、向こうでの仕事がまだあったので、うん、やりつつ鹿児島への U ターン、はい、
始める準備をして、はい、で完全に戻ってきたのがその年の5月です。なので1年半ぐらい前ですね。そうですね、はい、で来たんですね。でその時はまだ自宅で鹿児島 の, その自宅か何かを借りていて、はい、そこでやられてたんです。あ、ここの301のこのスペースを借りたのは去年の8月ですね。あ、ということは1年間ぐらい自宅、鹿児島の自宅でやられてて。そうですね。ん？いや、3ヶ月ぐらい。3ヶ月ぐらいが自宅で、はい、まあ、事務所もちょっと探してて、はい、で、まあ、301を始めたの、工事を始めたのが8月の8月で、そこからまあ、はい、全部 DIY で自分たちでやったので、はい、2ヶ月近くかかって、はい、オープンが10月だった。10月、はい、DIY って何ですか？Do it yourself ですね。そうなんですね。そうやって略するんですね。そうです。自分で全部。はい、ああ、すごいですよね。ペンキ入れたり、はい、家具も作ったり、はい、黒板もそうですし。これも家具も作られてるんですか？そうです、そうです。あの、自分だけ書いて、はい、で製材所に切ってもらって、はい、で切った状態で送ってもらって、こっちに組み立てるだけ。なるほど。はあ、すごいですね。はい、で、はい。でまあ、最初はもうデザイン事務所を純粋にそれだけで場所を借りようかなっていうのが目標でもあったんですけど、はい、東京にいる時に、はい、そういう今で何て言うんですかね、クラウドソーシングっていうんですかね、うん、分野で神戸の、これ名前出していいですか？菱川さん。ああ、菱川さん大丈夫。菱川さんは問題ないですね。はい、まあ、一緒に、まあそうですね、はい、一緒にお仕事することがありまして、はい、で一回リアルで東京で会った時に、はい、コワーキングの話を聞いてて、おお、棋士あさってきますよね。ですですです。その2010年ぐらいには棋士とお会いしてて、2010年かです。神戸にコワーキングっていうのが入ってきてて、あ、伊藤さんのところです。です。カフーツの話から言ったんですけど、でまあ、その話がずっとまあ頭に残ってて、はい、で帰ってきた機会にこれだけ広い場所空いてるし、そうですね、広いですよね、はい、こうやってみようかっていう、ああ、の事前の調査一切なしです。需要の調査もマーケティングなこと一切、はいはい、せずにここを見切り発車になりますが、初めはい、たのが10月ですね。僕はもう何だ、今が7月は1年ぐらいか。そうですね、もうすぐ1年。もうすぐ1年。あ、そうか、ここ借りたのからもうすぐ1年。そうです、そうです、そうです、はい、8月に。これ広いですけど、真平米、これが多分変な形なんですけど、はい、確か50か、うん、だったと思います、確か50弱だった。なるほど、はい、そうか、まあ、はい、まだ全然その鹿児島にコワーキングっていう言葉もない時に、うん、はい、ちょうどそういう動きがあるっていうのを地元の新聞、社会部の新聞社の方がいろいろ調べられている時に、ここを工事してますよっていう僕のちっちゃなブログの記事を見られて、はいはい、で取材に来てもらって、はい、で新聞記事に書いてもらう時にも、こういう場所ができました、さあおいでっていうのではなくて、まだ未完成ですけど、なんか一緒に作りませんかっていうような書き方をしてもらって、でやっぱり待ってましたっていう人が、あ、もう早速もう遊びに来たり見学に来たり、はい、してくれてですね、うんうんうん、でまあワードベンチさんをはじめ、あ、ワードベンチ、いろんな勉強会に使われたりワークショップだったりっていう利用法で、はい、最近は、はいはい、でもあのホームページ拝見するとやってる曜日と時間帯が限りなく限定されてるんですよね。そうですね、火曜、木曜、火曜、木曜、午後だけ、はい、土日もやられてない、土日はもう要望があれば、はい、あ、なるほど、他の曜日も、まあ、こっちの、まあ、仕事との兼ね合いもあるので、いいですよっていう時はもうどんどん使ってもらう。火曜木曜の午後というのは馬頭さんのその
通常業務の関係はい、この日だったら割と開けやすいかなっていう、はい、まあ、またそろそろちょっと1年間この場を回していくと、はい、別に関目限定じゃなくてももっとちょっとフレキシブルにそうですねできそうかなっていうところも最近見えてきた、はい、まあ、1周年を機にまたちょっとこの辺もガチャガチャ言ってたその辺もやっぱ空間デザインのこととかやられてたから結構ノウハウじゃないですか、何かあったとかある。そうですね、施工に関してのノウハウだったり塗料に関しての知識とかそういう部分はもう現場の大工さんから、はい、教わってた部分もあったり。そうですよね。あとはまあ事前にも作る前にあの Google のスケッチアップっていうソフトが無料のソフトがありますね、はい、あれで内装のイメージを、はい、作ったりしてて、あるって言います、今次の、はい、内装を考えてるところなんで、あ、これここですね。そうです、そうです。これ映しても大丈夫ですか？うん、もし大丈夫なら、こんな感じで。あ、じゃあ、どこだったの？2013の回数計か。あ、すごい。え、これってそのスケッチアップっていうソフトを使うとできる？できます、できます。はぁ、3G 立体なんですね。そうです、そうです。次はこんな内装にしようみたいな。へぇ、ここがそこですよね。そうです、そうです。あ、そういうことか。こういう感じですね。はい。というのは。この辺が違いますね。そうなんです。ここにちょっとパーテーションを作って、はい、うちの事務所との境をちょっと緩やかに区切りをつけようかみたいな。こちらは、チラッと見せていただければ。チラッと。チラッと映るんですか？チラッとこれ。あ、映ってますね。はい。こういう感じで。あとでここの全体も画像を動画を別で上げますので、はい、こういうのしながら、はい、ちょっとこの場所も運営方法を変えたり、はい、していこうかと、うん、今後はじゃあ毎日開くとかできる限りですね、はい、あとはもうメンバーシップ的なこうカードを作って、はい、あの311の震災の時に僕何できますっていう絶景とか出たんですか、うん、ああいう感じのカード版を作って、誰がここに出入りしてて、どういう機能を持ってて、うん、っていうのを、まあ、一目で見れる、はい、こうボードがあったりとか、はい、あの昔のバンドの練習スタジオにこうドラム募集、ベース募集みたいな、うん、ああいう掲示板をジョブボードじゃないですけど、はい、作れたら、ここに来る人同士でこう、はい、欲しがってる技術交換したり、そうですね、そういうことはできるのか、はい、なるほど、はい、そういうところですかね、なるほどですね、はい、こうなるほどですね、1年間運営されて、そのまあ、今結構メディアでもノマドとかコワーキングスペースとか、はい、キーワードとして出るようになったかと思うんですけど、その辺を踏まえて今後ってやはりその例えば鹿児島とか、あ、まあ地方といったらあれですけど、うん、まあ、主要都市でもそうですが、うん、どういう形でこうもっとそういう利用者が増えるとか、そういうイメージですね。コワーキング自体の裾野とか定義が、あ、まあまあ、なくてもいいというような、はい、結構混沌としてることが、ね、良さみたいな、はい、その中で偶発的に誰かと誰かが出会ったりっていうことを楽しむ場所なので、はい、鹿児島らしいカスタムもそのうち生まれてくるので、うんうんうん、ジェリーなんかでも、はい、らしいジェリーっていうのも、鹿児島らしさ、鹿児島らしいジェリー、はい、例えば何でしょうね、はい、これからやっていきたいのはその一次産業の人たちとか、かけるデザインとかですね、はい、漁業、農業、そうですね、はい、と6次産業とかですね、あ、それはご覧になってないですよ、U ターン組結構多いんですよ、そういう形で、鹿児島ってちょっと保守的な、かなり学習、教育面がっちり保守派が多い県でもあるので、はいはいはい、そういうところをもっと柔らかくしながら、なんか、やりたいですね、ですね、20年で動いてください、今はドロップインしかないっていう、今はそうですね、だから年、月々とかは、まあ、そんなに。そろそろやらないとなと思って、はい、それこそまあメンバー整理して、はい、少しは理解とか、それは結構できる建物っていうか、
そうですね、あのただ鍵の複製とか複数管理人は NG って最初に言われてて、なのでどうしても僕が管理人になって、初めに開けるっていう、で時間帯定めてっていうやり方にはなると思います。はい、難しいというか、うん、最初ここ の, その不動産屋に説明するのが結構あ面倒くさくて、そうですよね、だから事務所用途なんだけど、はい、割と不特定多数の人も出入りしますよっていう言い方です、はい、お店ではないですよねって言われたので、はい、お店では売らないからなと。そうですね、水回りもそういう意味ではない。そうなんですよね、共同なので、はい、トイレが外そうですね、ですからね、はい、あ、うん、コワーキングって言っても多分派手ないっぱい、そうですね、あのコワーキングの和があとか間違えられますよ、ね、ああ、ね、書くとか、うん、ですね、はい、コアワーキング、コア、そう、分かりづらいですね、共同って意味ですよね、確かに。そうですね、はい、場所もいいですもんね、あのあるから桜島見れたりとか、そうです、ね、晴れればですね、晴れれば見れて、あとは鹿児島中央からの徒歩5分ぐらい、5分で着きますね、着きますよね、はい、まあ、鹿児島では嫌われるタイプの物件、駐車場ないし、はい、エレベーターもないけど、はい、そうかそうか、結構車移動の方が多いから、そうです、そうですね、立地としてはいいですか。今出入りしてる人はどういう方が多いんですか。今は一番多いのは同じようなものづくり系、うん、デザイナーさん、イラストレーターさん、はい、ウェブ屋さん、はい、ですかね、一番多い業種としては、はい、あとは、ね、コワーキングってなんだっていういろんな職業、会社員の人も多いです。あ、学生も来たりとかしてます、ね、はい、学生ですか。学生、ちょうちは学生ただなんで、あ、そうなんですか。はい、学生も来てもらって変な大人って言ったらあれですけど、はい、やっぱりいろんな生き方してる大人の人出入りするので、そこでまあ普通の就活とは違った大人と出会うっていう。そうですね、今の馬頭さんのプロフィールを聞くだけでもちょっと得意な感じで、得意なのがね、ちょっとイメージが、はい、知らなくて、そこはちょっと存じ上げなかったので、はい、まあ月1回その大学生と大人たちの飲みイベントなんかもやってるんですか。やってて、はい、でまあ徐々にやっぱ感度のいい学生というか食いつきがいい学生が、ああそういうのあるなっていう、徐々に楽しんでもらえるようになってきて、はい、定期的なイベントはその飲みイベントと他にもいろいろあるんですか。あとは第2土曜日のジェリー、第2土曜日はジェリーをやってて、まあ、ジェリーの日が一番利用者が、はい、それは何のジェリーをやられてるんですか。あ、もう特に決めないジェリー、決めないジェリー、はい、何もテーマはないんですけど、はい、とりあえず、まあ、こういう雰囲気でこういう人来てるよっていうのを、はい、体感してもらうために。あ、じゃあ別に例えば誰かが何かを話す勉強会ってわけではなくて。あ、そうですね、はい、そういう感じではなくて、はい、純粋ジェリーって何て言うんですか。ジェリーって何でしたっけ、あのコワーキングの体験版みたいな。そうですよね、はい、結構テーマ設けてワークショップ的にやったりしているところもある、はいはい、そうですね、まあ、僕はそのイメージが結構強くてイベントみたいな。そうです、そうです、はい、でも別にイベントじゃなくてもジェリーっていう言い方ができるんですね。うちはこれといったイベントではないけど、はい、こんな雰囲気ですよっていうのを醸し出すイベントみたいな。ああ、はい、まあ、らしいジェリーもそろそろ、はい、お風呂ジェリーとかやってみたいですけど。お風呂ジェリーですか。あ、鹿児島使って。それも、はい、ここは違うんですけど、ここじゃなくなっちゃいます。です、です、あ、そうなんですね。定期的に借りてるのはワードベンチ鹿児島と、定期的、はい、定期的っていうのはないですけど、まあ、いろんなその外のものですね、まあ、読書会イベントだったりとか、読書会、哲学カフェとかいう、はははは、答えを出さない討論会みたいなことをここでやってみたりとか、いろんな使われ方を。あ、それは301に来る人がやってみたい。そうです、そうです、あ、実験の場みたいな形で使ってもらいます、はい、ゴミかみたいな感じですか。
昔のあ、なるほど、はい、はい、そうかそうか、予約、事前にちょっと予約をして、まあ、こういうのはやりますよ、うん、来たい人はどうですか、そうですね、そうですね、そうなんですね、はい、なるほど、コワーキング3つのお作法というのが書かれてますが、あー、これですか、はい、これまあ、一応来た人が、はい、どうやってなったらあれだな、はい、フランクなコミュニケーションと、はい、一緒に楽しく和気あいあい、和気あいあい、あと助け合うスタイル、あ、フォワーキングの、そうですね、はい、なんかその楽しみ方の極意みたいなの、はい、勝手に僕が、はい、ミックスいいですね、わかりやすく、はい、はい、なるほど、はい、これを使いたいですね、ありがとうございます、はい、なるほど、すごいですね、鹿児島、鹿児島唯一、現状唯一フォワーキング、一応うちが定期的に開けてるのは1個目だったんですけど、最近天文館の方にも、あ、そうなんです、1つできたっていう話で、そこまだこれから、はい、煮詰めていきますね、とりあえず場所は大きいところで、はい、あと薩摩川内市ちょっと北の方なんですけど、はい、にも1箇所、あ、そうなんですね、できたっていう、はい、増えていきますね、徐々にです、はい、すごいですね、文化のそうですね、はい、これからまだまだ広がるうちに、ありがとうございます。なんかインタビューが結構、結構な時間、結構な時間、大丈夫ですか、いや、僕は大丈夫、もちろんはい、すいません、なんか初めてなので、ちょっとベラベラ、僕しゃべっていや、すごい分かりやすかったです、はい、上手につあと、あ、これね、基本的に多分ダダ、途中流し切るけど、ダダ流しでネット上に流れるかもしれない、流れるっていう形で YouTube を検討してます、はい、あと今日のやつは、あの普通に書き起こしをして残せたいと思います、はい、最後に、そうですね、一言いただけると最後に一言、はい、鹿児島に立ち寄ったら、はい、来る機会があればですね、ぜひあの気軽に立ち寄ってください、鹿児島中央に来たら301コワーキングにぜひ、そうですね、あの仕事じゃなくても、はい、ちょっと美味しい店を教えてくれるとか、ね、あ、そうですね、観光案内所的なこと、はい、やっていいのかも、いいんじゃないですかすぐそこにあの観光交流センターで鹿児島市の施設があるので、はい、あ、そうなんですか、あんまり大々的にちょっと競合しちゃいますねそうですね、いやちょっとあんまりコアなとこ教えないみたいな、はい、クレームのコアなだったんですけど、はい、はい、そういうことでありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、301コワーキングのバトーさんでした、ありがとうございました、という形で面白い、ちょっとそうですね、またあのこれ載せたらあのご報告します、これそうなんです。